はいどうも皆さんこんにちは、ブレサスです。というわけで今回はフォートナイトやっていきたいと思います。フォートナイトは初めてだね。で、今回この音符のブロックが追加されたので、音楽を奏でていきたいと思うんですが、まあ、曲がね、何しようかなって考えた時に、シンクロニシティって結構ピアノベースだったなと思ってシンクロニシティにしました。で、音階が足りないです、純粋に。この音階が、シンクロニシティこの、ミかな?ミとファがあるんですよ。この高い。それをちょっとここの B で対応してしまったので、若干音がおかしいんですけど、そこら辺ご了承ください。ってことで、早速奏でていきましょう。2回この動画では流します。で、1回目がまあソロで普通に僕がこうやって歩いていって流すものと、もう1個が、ピアノベースで、シンクロニシティを動画アップされているプレストさんのね、BGM を元に、合わせてやっているので、2回ちょっとお聴きください。やっていきましょう。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、やっぱ音階が不安定なところがあったので、そこでちょっと調整が失敗したかなって思いましたね。であと演奏中にちょっと一回フォートナイトが止まってしまったので、編集でちょっとつなげているとは思うんですけど、不正な部分はあったかもしれません。そんな感じでございます。これ結構ね、時間かかったんですよね。何分ぐらい、何分じゃない、何時間かかったっけな、4時間か5時間はかかりましたね。で、まあ、これ、主音率でアカペラ状態みたいな感じだったので、これに伴奏とか付け加えたらもっと時間がかかると。いや、すげえなーと思って。で、マイクラもそうですけど、フォートナイトもついにここまで来たんだなって改めて思いましたね。はい、ということで以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価のよろしくお願いします。フォートナイトなんか最近すごい流行ってるみたいなんで、ちょっとやってみようかなって思っております。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。